ドクター教えて医療についての様々な情報を教えてもらいます。今日は多田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多田さんは金沢大学大学院を卒業後、アメリカハーバード大学などで人遺伝学を研究し、多くの論文を著している心臓と遺伝学のエキスパートです。さあ、今日のテーマは何でしょう。はい、今日のテーマは、その動脈硬化遺伝かもです。はい、まずはこちらをご覧ください。はい、日本人の死因ですけれども、第2位が心疾患、第4位が脳血管疾患です。そしてこの2つの疾患の主な原因が動脈硬化です。これ動脈硬化というのはよく聞くんですけども、どんな病気なんでしょうか。はい、こちらはですね、はい、年齢と動脈硬化の進展を模した図となります。若い時は血管というのはしなやかなんですけれども、年々硬くなってきます。で、しかもですね、この LDL コレステロール、悪玉コレステロールがこういった血管の中に、血管壁に溜まってきまして、血管が細くなったり、詰まったりします。で、その結果として心臓であれば狭心症、ないしは心筋梗塞、脳であれば脳梗塞といった命に関わる病気を起こすということになります。なるほど。これ私もですね、健康診断でコレステロールの値というのは気をつけているんですけども、それが遺伝ってのはどういうことなんでしょうか。はい、動脈硬化の原因の中で、最も重要なのが今お話しした血管に悪玉コレステロールがたまる高 LDL コレステロール結晶です。ところがこの高 LDL コレステロール結晶の原因は遺伝が 66%、生活習慣が 34% と言われています。つまりコレステロール値が高いのは生活習慣病が原因の方よりも遺伝が原因で治療が必要な人が多くいらっしゃるということなんです。これ全く知らなかったです。痩せている方でもコレステロール値高いっていう人も結構いらっしゃると思いますけども。はい、そうなんです。こうした遺伝の、脂質異常症の中で最も重要なのが家族性高コレステロール血症、 FH と呼ばれる病気です。人口あたり300人に1人とかなりの高頻度で見られる病気です。しかもこの病気には大変注意が必要です。先ほどの図で見ますと、生活習慣病の原因の動脈硬化の方は高齢になってから発症しますが、この病気の方は若いうちから悪玉コレステロールが非常に高いです。つまり若年期や壮年期にも動脈硬化を発症しやすいということなんです。もし治療を行わない場合ですけれども、ほぼ確実に心臓病を発症してしまうという恐ろしい病気ですので、早期の治療が必要なんですけれども、普段は何の症状も出ませんので、検診で指摘されても食事を気をつけようかなと思うだけで、病院まで受診する患者さんが非常に少ないということが大きな問題点です。なんか急に恐ろしくなってきたんですけれども、自分のコレステロール値が高いのが、まあ、遺伝であるかどうかを調べる方法っていうのがあるのかどうかということと、もしそうだった場合の治療法っていうのはあるんでしょうか。はい、実はですね、家族性高コレステロール血症の遺伝学的検査なんですけれども、昨年度から日本で保険適用になりました。特に LDL コレステロール180を超える方は家族性高コレステロール血症の可能性がありますので、心配な方は各病院にお問い合わせをください。そして治療法ですけれども、一般的な高 LDL コレステロール血症の治療ではスタチンという非常に有効かつ安全な特効薬があります。こちらは金沢大学の元客員教授の遠藤明先生が発見したもので、現在世界中の病院で使われています。またほんの少数ですけれども、スタチン投与で副作用が出る方や、先ほどの家族性高コレステロール血症など重症な患者さんに対しても PCSK9 抗体製剤と呼ばれる安全かつ強力な注射薬が開発され使用されるようになっています。つまり現在は自分のコレステロール値が高いのか、遺伝性かどうか、子供に遺伝するリスクがあるのかどうかを簡単に調べることができ、もしそうだとしても治療薬も揃っているという状況です。早期発見、早期治療で動脈硬化をコントロールできるという時代ですので、ぜひかかりつけの病院や当院へお問い合わせをください。今日のドクター教えて多田さんでした。